おはようございます。どうも、おはようございます。1ヶ月ぶりですね。やっぱりね、1ヶ月経つと変わりましたね。変わりましたね。前回ね、潮の色濁って、赤潮まで発生して、そうこれどうすかね。あの、ムロアジがね、そうちょっと気になるんですけど、まあ別に気になるだけで。あ、気になるだけ。大丈夫ですか。なんとかなりますよ。そしたらじゃあ今日は大丈夫です。行けますね。そう、絶対行ける。絶対行けますね。まあ行けない時もありますけどね。行けない時もあるんだけど。まあまあでも朝はね、朝は行けるんですよ。朝行けるつもりでやらないと、どのモチベーションで釣りをスタートするんですか。そうですね。絶対釣れる気でしかやらないですよ。ですよね。もう時期も良くなってきましたから。一発やっちゃいましょうよ。頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、どうもです。どうもです。はい、飛べやってみましょう。針がグレバリの午後。ハリス 1.75 号を2ヒロ。誘導は1ヒロですね。浮きは0号と00の間ぐらいですかね。0号の浮きに板なまり張ってます。こんな感じ。で、ここが寄り戻しなんですけど、寄り戻し上下にゴム管を、差し込んでる状態ですかね。寄り戻しをゴム管に差し込んでる状態。棚が浅いようならこの下のゴム管をずらしてですね、ハリス浮き、当たり浮きをつけたいと思います。するかもしれない。何枚差でも残りますね。切れた？うん、そう。うん、ちょっと深いですね、やっぱりね。2ヒロぐらいありますよ、これ。2ヒロぐらいあるの、今。ギリね。それぐらいだな。思わせとずらして、ほんでちょっとこう、引き戻してみました。あ、30あるよ、これ。せいちゃん。大丈夫だ。うん、ちょっとずらしたね。もうだから仕掛け入れるタイミングをずらした。うん、もう無茶遅くした。
よし。そう。いいとこかかってる、見て。メジナだけど、そんな浅いとこまで今浮いてきてないよね。ああ。34ちょっと過ぎたくらい。見て、餌丸々残ってくるよ。うん、うん、来たけど、これが何だろう。うん、なんか関係ないの来たよ。関係ないのが来たやばいこれ。そう、だからなんか毒々しいですけどね、これ。ねえ、やば。食べたらダメになるじゃないですか、これ。これやばいね、見てこれ。ねえ、初めて見たこんなの。帰れも。これ。独独しいよ。不思議よね。だけど深くして餌取られないって意味わかんないですね。キーを005単体に変えて、針から50センチぐらいのところに当たり行き、針すぐつけました。うん、まあまあですね。メジナはメジナですよ、これ。よし。こんなにわずってたら釣りづらいよね。うん、30はありそうですね。うん、30ジャストぐらい。
しゃー、メジナだ、よかった。むちゃむちゃ浅いですね。沖でパシャーとか言いますもんね。沖で最初何かかったかと思いましたよ。うん、これは30行ってきましたよ。これありますね。ね、これはいける。おお。浅い？浅いですよ、もう。40センチぐらい。よし。32、3ですね。うん、もうほんと追い込ませ、ポコ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 やって一回でなんかピッと合わせられないですね。当たった、当たった、あれが当たります、あそこから当たった。あ、ちっちゃい、だよこれ。あ、コッパだ。うん、コッパをなんかこれが浮いてるんですね。メジナなんですよね、こうやって上ずってんの。そう、取られたかな、もう。あ、取られてるんだ。それはダメだね。え、これで馴染む前に取られてたら。もうやりきないです、これ。40センチぐらいですよ。もうちょい大きいかな。よし。あれ、そんなにでかくないな、これ。なんかすぐ上がってくるわ。おお。ねえ。25センチぐらいですか。30はありそうですよ。初島ね、こう足場高いから大きさよく分かんないですよね。30ぐらいですよ、多分。当たり行きが一番分かりやすいね。ね、ありますね。うん、ちょっと遠投ですね。いいとこですよね、ここかかればね。もうちょい浅いぐらい。もうちょっと浅い。もっと浅い。もうちょっと浅い。ほんと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 。40センチぐらい。あ、それぐらい、それぐらい、それぐらい。大丈夫、それぐらいで大丈夫です。33、ちょっと超えたぐらい。33ぐらいですね、これで。あ、ありますね。ね、うん。うわ、この石積みっぽい走り方見てあれ。やっと乗れるじゃないですか。あれ、あれ、石積みの割には、あ、メジナだ。本当だ、メジナだった。今石積みっぽかったよね。あ、浅いですね。うん、遠投ですね。
いや、浅いところで口太食ってるからね。あ、大丈夫です。大丈夫です。そう。うん、行きましたね。ね、今勢い良かったですよね。椅子積みだと思ったんですよ。30ありなしぐらい。うん、もうギョンって行きましたよ。あ、これベンチ台です。はい。サイズあるかも。バラした。いや、うん、今そうっすね。そんなに重くないな。外れ張り外れですね、多分ね。合わせるのが遅くなっちゃうんですよね。